大島康夫記の大島が押します今日はアニメ映画ですねはい今週末10月7日公開の 3DCG アニメーション映画バッドガイズでございます、えー、3DCG アニメーションというと日本では多分ピクサーの方が人気かなと思うんですけど、はい、そっちと違うってわかりますまずこれ絵柄で,えでもピクサーっていうとトイストーリーとか、はい モンスターズインクとか、えー、ファインディングにもとかうん、うん、あっちがピクサーですね、はい、これ今手元にバッドガイズの、えー、主人公たちの絵柄があるんですけどこれピクサーじゃないぞってなんとなくわかりますなんか目元が違いあす鋭いですねさすが西川さん漫画読み <laughs> 漫画読みっけ <laughs>、ね、て聞すね <laughs> これね確かにその目つきが結構悪かったりとかするんですよねピクサーの子たちよりもこれはドリーームワークスという会社がやってて これあのアメリカの CG3D アニメーション業界で2、まあ、大巨頭なんですけどむしろ、ね、アメリカではこのドリームワークスの方が人気があったりします何億円とか、えー、続編も何,何本も出して稼ぎ続けてたりするのはむしろこっちだったりするんですけど<ー>代表作でいうと、まあ「シュレック」とかあ,<ー>あっちの顔ですよねなんかね人間っぽくてリアルな顔の,その眉毛とかまさに、うん、とか、えー「マダガスカル」とか、うんうん、あと「ボスベイビー」とか、うん、ああいう。 やつですそれの<ー>、えー、会社の最新作でしてで僕はその会社が作った作品で「えー、カンフーパンダ」とか<ー>、ね「森のリトルギャング」とかはちょっとマイナーなんですけどそこら辺が動物が大集合するものが結構大好きでそれの最新バージョンになります。で今回ねよく見てみると分かると思うんですけど主人公がオオカミですねこのまん、えー、と運転席にこう車に乗ってるんですけどこれオオカミこれが主人公で,でその隣にいるのがピラニアで。 <え> <laughs> その後ろにいるのこれ <laughs> むず<い>サメで,むずいでその隣がヘビ、えー、で,、うん、であとタランチュラかなクモかな<え>なんか嫌なな動物ばっかかじゃないです嫌われ者の動物嫌われの動物たちがまさに動物の社会の中でなんか悪そうだなって言われすぎて差別されて逆にひねくれちゃってそのまま本当に悪者になっちゃったギャング団の話なんですよ。 そそれででバッドガイズうなんですよタイトルもそのままでなんかもう入りがかわいそうなんですけど社会が彼らを迫害したがために悪者になってしまったって結構本当の社会でもあることなんですよね<ー>でそういう部分を描いている作品ですでと全米でも興行、えー、収入2週連続ナンバーワンかな、えー、大ヒットを記録しているんですけれどもあのテーマを聞いてもねちょっとわかるかもしれないんですけどちょっと大人向けなんですよねんなんかねおしゃれなんですよ で冒頭2分半長回しカットが切り替わらないワンカットのタランティーノ作品をオマージュしたシーンから始まるんですよ <laughs> アニメ映画ですよねアニ,メ映画すアニメ映画なんてチャカチャカ切り替わってなんぼじゃないですか <laughs>、うん、じっくりとしたカメラワークから始まるんですよ。<laughs> 「<laughs> タランティーノ」オマージュしてますって監督も言ってるんですけどこの監督に僕別の番組でインタビューしたんですけどこの方がですね日本のアニメがとにかく大好きで、えー、宮崎駿さんの初期の作品であるとか「ドラゴンボール」であるとかあとこれこのチーム見て何かに似てませんかえこれね本編アニメ見終わった後ね日本人の人ねみんな感想同じになると思うんですけど「ルパン三世」にめっちゃ似てます。あはぁ じじゃあちょっっとやっぱ大人な感じですねルパン三世って「少年ジャンプ」の漫画とかっていうよりはちょっとノワールチックなというか、うん、あのなんかおしゃれなんだけど、あのー、面白さは変わんないんだけど上等なものを見たなみたいな感覚が得られると思うんですけども、うん、それをねじっくりアニメオタクの監督がね再現しているっていう感じで元々が原作がですね、えー、とフランスの児童文学。はあ を元にしてるんですよなので元が漫画じゃないんですけどそれを監督がキャラデザインして、えー、アニメに起こしてっていう、えー、段階を経てるので元々がね子供向けの小説なのでそこら辺も含めてね結構シックでノワールで大人っぽいっていう作品です。うん、うんそれぞれじゃあこうと得意な悪,悪いことがあるそそううそう <laughs> なんですね。 まさに得意技があってその石川五右衛門だったらこうとか次元大介だったらこうみたいなことをこの悪い動物たちがこうそれぞれの、ね、こう身体性とかを生かして例えばこのクモの子だったらですね、えー、手がいっぱいあるのでこれプログラミングとかハッキングとかがうまいんですよ、ね。<laughs> う そキーボーボドをカタカタカカねこれ8個の手で動かせて、ね、ラ,ンラ,ランチュラがねこそこはねすごい大事なところなんですけど <laughs> そういう、ね、特殊能力をこう特殊じゃないんですけどね全員その動物が本来持ってる能力を発揮することによってこうチームで戦っていくという話なんですけどもバッドガイが一個いいことをしてしまって善人になろうとするという話<ー>です。 なんかその教訓みたいな学びみたいなのもなんかありそうですね結構ね考えるところもあるしこれ見た目でなんか周りを差別してないかなとかって考え始めちゃうと結構あの深いところままでで行ってしううような作品です、うん、で僕がね試写で拝見したのはあの字幕の方もいいと思うんですけど僕は吹き替えの方がたまたま当たったんですけどあの日本語のキャストがねめっちゃいいんですよね。みんな、うん でえっと、主人公尾上松也さん歌舞伎役者の尾上松也さんがオオカミの役をやってるんですけど<ー>まあオオカミっぽいじゃないですかあの人はだそこはそのまんまでちょっとこの人かなって想像ついたんですけど他の人がね誰も想像つかなくてで終わった後にパンフレットいただいてあこの人がやってたんだみたいになるんですよ<ー>でこのオオカミの隣にいるねこの顔の丸くて顔が大きいピ,ナリピラニア君いるじゃないですか、うん、緑色の <laughs> この人をねなんとねジャニーズの ABCZ の「 河人さんがやってましてこれね俺全然分かんなかったですああ最後までバラエティとかでねあのしょっちゅう見てますけど<ー>あの普段のの河合さんん声じゃないんですよね全然で芸達者な芸人さんか誰かか,か本当になんかもう山寺浩一さんとかみたいな声無限に持ってるタイプの声優さんの若い人がやってるのかなと思ったら<ー>え河合さんなんだと思って衝撃を受けましたのでこれ吹き替えもおすすめでございます どうですか長井さん見てみたくなりました <laughs> ちょっとそこをなんかいじり,いじり始めましたね <laughs> 私が怖くないしストレスもなく見れると思いますよ <laughs> そうですね、うん、あなんかそのやっぱこれパッと見るとなんかドタバタコメディーなのかなって一瞬思うけど、うん、そうではなくやっぱ大人っぽいっていうか、はい、まあフランスのね児童文学っていうと相当しっとりしてて、ね、<laughs> 考えさせられてみたいな、うんまあ、もちろんアクションのドタバタのパートもあるんですけれども性と動がはっきりしてるというか、うん、ドタバタ動いたと思ったらスッとこう静かな無音のシーンがあったりとか。 してこの緩急が面白くてですね<ー>アニメとして非常にクオリティ高いなと思いました面白いアニメ映画バッドガイズ東宝シネマズほか全国で10月7日今週末公開となります大島康沖の大島が推しますこのコラムはポッドキャストや youtube でもお聞きいただけます文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでをクリエイティブの youtube チャンネルチェックしてください